はい、どうも皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ドラマーの辻です。今回ですね、新しいセットを導入しました。こちらですね、ヤマハのですね、アブソリュートハイブリッドメープルです。バスドラは18インチモデルになっています。色はですね、クラシックウォルナットっていう色でですね、まあチェリーウッドに近いかなっていう印象ですね。それよりももうちょっとこうダークな、色合いっていうかね、まあ大人のセットって感じですね。まあ、今まではですね、ジュニアキットっていうのを使ってたんですね。バスドラが16インチのセットで、まあ、参考にですね、まあ、こんなセットです。どうぞ。はい、まあ、こういうセットをまあ使ってたんですね。まあ、自分のリーダーバンドのですね、クロスロードだったり、最近よくやってるのは、ね、辻セッションっていう、まあ、ライブをまあやってるんですけれども、会場がですね、まあ、割とこうちっちゃいところでまあやることが多くてですね、まあ、22インチのセットもまあ持ってるんですけど、 でかすぎるちょっとね、場合によってはちょっと会場でね、もうドラムの音でも埋め尽くされるくらいな感じになっちゃうんで、まあ、昇降系のセットを、まあ、ずっと愛用してたんですね。10年ぐらい、まあ、使ってたんですけど、まあね、ドラムセットそんな10年ぐらいでね、どうにかなるほどでヤバではないんですけど、まあね、買った当初からね、あんまりドラムセットのこう管理の仕方とかね、よく分かってなかったんで、結構まあこうガタがこうガタガタが多くて、まあ、結構こうなんていうんですかね、老朽化が進んでしまいまして、まあまあ新しいセットを導入しないとちょっと厳しいかなっていう、まあ状況に追い込まれまして、追い込まれてないですけど、ご縁がありまして、ちょっとしたね、山、ショールーム的なところにですね、まあ行きまして、僕が狙ってたのはですね、ヒップギグ軽音でね、あの田中律ちゃんが使ってるセットですね。もうバスドラが16インチのセットで、こう買おうかなと思って、ヒップギグないよっていう、もううちに在庫ないよって言われちゃいまして、じゃあどうしようかなと。で、まあ、その時に、まあ、前々から案としてあったのが、まあ、仮にヒップギグじゃなかった場合、まあ、18のバスドラを使ったセットっていうのも、まあ、実は考えてたんですね。まあ、たまたまですね、その時このハイブリッドメープルのですね、まあ、18インチじゃなかったんですけど、22インチのバスドラに、何インチのタムだったかな、12インチのタムか16のフロアのセットがドーンと置いてあったんです。で、まあ、ハイブリッドメープルの存在自体はまあ知ってたんですけど、まあ、ちょっと思想してみたんですね。もうぶっちゃけって言うと、僕あんまりメープルのセットってそんなにね、好きじゃなかったんですよ。まあこれを最初にですね、叩いた時の衝撃ってすごくてですね、こんなに音がいいんだっていう、まあ、別にあのメープルが音悪いってわけじゃないんですよ。僕ちょっとね、高い音がこうするドラムってちょっと苦手なんですよね。だ、自分のこう演奏する中での音域ってあるじゃないですか。まあ、それにこううまくこうはまんなかったんですね。ハイブリッドメープルはですね、ウェンジっていう材質がまあサンドイッチされてですね、メープルが3プライあって、まあ、そこにウェンジが1プライバスンとあって、さらにそこにまたメープルが3プライこうサンドイッチされてるという、まあそれがハイブリッドっていう意味なんですけど、確実にウェンジが効いてるんですけど、もう低音がすごい出るんですよね。ドンっていう、もう一音目で叩いて、フロアをドン叩いた時にもうすごいパワー感がぐわーっと下から来る感じがあるんですよね。なんですけど、ただ低音が出るだけじゃなくて、しっかりそのメープルの高音感がそこにドンとこう乗っかってくるっていう、あのそういうイメージなんですよね。だからただ高い音が明るいパコーンって音じゃなくて、しっかり低音がそこにこう乗ってくるんで、すごくね、上品な高音感も出るなっていう印象を受けたんですね。でもそれにもう完全に一目惚れしまして、じゃあもうこれハイブリッドメープルにしますと、もうほぼ即決状態でしたね。ただですね、実は18インチのセットって、ハイブリッドの18は一回も叩いてないんですよ。一回も叩かない状態で注文しちゃいました。
もうだって絶対いいに決まってるっていうね、もう自信があったんですよ。もう絶対いいって、もうその最初のその22のセットを叩いた時のもうこの感動はもう絶対確実だと、もうこれはもう僕の中では間違いないと思いまして、もう速攻で18インチのセットをもう注文しました。発注しかけました。まあね、こうそれに至るまでの経緯っていうのはまあいろいろあったんですけど、実際届くまでねいろいろありました。川口仙人でですね、川口仙人ちゃんね、秘宝扱いされてましたね。僕と同じセットじゃんってね、なんかツイッターかなんかでつぶやいたらね、秘宝扱いされてましたけどね。本当にね、しっかり芯のある音がスパーンとこう出るイメージなんですね。トーンとこういう音が出る、スパーンですね。もうとにかくスパーンっていう音がもう本当にもう叩いてて気持ちがいいんですよね。まあ、自分がイメージしている音をさらに超える音がこれは出てくれるっていう、とにかくそういう印象ですね。まあ、バスドラがね18インチでちょっと低音感どうかなっていうちょっと心配はあったんですけど、そんな心配入れませんでした。もう18とは思えない音ですね。ドーンっていう音がしっかり出てくれるんで、間違いなく買って正解のセットですね。楽器にちょっと迫ってみたいなと思います。はい、はい、こちらが、ヤマハのね、このアブソリュートハイブリッドメープルのこのエンブレムですね。でこれがクラシックオルガンというですね、まあ伝わるかな、ぜひね生で見てほしい色味ですね。で、はい、これ YSS3 ですかね。ここにね、ちゃんとですねヤマハエンハンスドサスティンシステムってしっかり書いてある、こういうところもいいですよね。まあ、すごくかっこいいなと思いますね。これ最初から穴が開いてるわけではなくてですね、このホールがついてまして、このヘッドに、付属のヘッドについてまして、まあ、自分でこうカットするっていう感じですね。で、あれ18のヘッドバスドラなんでね、ジャズとかそういうので使われる方が多分多いと思うんですけど、僕16のジュニアキットのバスドラでさえミュートをかけて、ドスって音をどれでもね出したくて、ちょっとミュートをかけてます。ダメンはですね、変えました。もう変えました。パワーストローク3を貼ってます。で、このねこのレモン、これでアタック感を少し出そうという感じですね。でまあ実際踏んでみると、もうね結構ねドスンときます。でまあタムですね、もうで12ですね。でまあフローはもうガスンときます。でまあチューニングはですね、実は箱から出した状態からほとんどねまだチューニングってしてないんですよ。まあ当然自分の好みの音にまあこうしていかないといけないですけど、もうちょっとねピッチ上げようかなとは思ってるんですけど、もうね箱から出した状態でもねすげえ気持ちよかったんで、まあいっそこのままでもいいかなと思って、まあ当然ね使っていけば緩むんで、当然微調整は都度やっていく感じになると思うんですけど、もう本当にねすごいいいセットなんで、これぜひね皆さんも機会がありましたらもうね叩いて、このメープル、ハイブリッドメープルのねこの凄まじさをですねぜひ体験してほしいなと思います。それでは皆さんごきげんよう。